このオミクロン株の感染拡大を受けまして、政府は社会機能を維持するため、濃厚接触者の自宅待機期間を見直すなど、方針を転換させているんですが、飲食店に対する時短要請は変わらないままです社会経済活動と感染の抑止を両立するため、実効性のある対策をし別していくことも求められています。政府に対して まん延防止等重点措置区域指定の要請をいたしましたオミクロン株による爆発的な感染拡大で適用されたまん延防止等重点措置重点措置の適用以降、感染状況は改善し先月中旬に9千人を超えた新規感染者は半数以下にまで減り入院患者も先月下旬をピークに減少しています 臨床疫学に詳しい、無理節沖縄臨床研修センター所長、徳田康春医師です。オミクロンというのは、やっぱり感染力が強い、えー、ということですから、人と人の接触がです、ねえー、抑えられると、まあ、その分、えー、感染の拡大は抑えられるわけですから、まあ、その効果があ総合的に出たと。 重症化するリスクが高い高齢者の感染をいかに防ぐかが課題となる一方、10歳未満から40代の入院率は 0. 5、0.5%から2.2%となっていて、若い世代は軽症や無症状で済むケースが多いことが分かってきました。感染しししたたたたりり濃厚接触者とととななったりしたここで仕事をを休まざるを得ない人が急増したことから政府は 社会機能を維持するため濃厚接触者の待機期間をそれまでの14日間から7日間に短縮するなどオミクロン株の特性に応じて対策を見直してきましたしかし飲食店に対する制限は見直されないままです4人ぐらいとかいつも行ってる人と静かに やっ、まあ、あのやって、まあ、しゃべるときは、マスクをするとか、そういう行動をしていただければ、店を閉める必要は私はないと思います、特に感染リスクが高いと分かっている場面での人数制限っていうのを、みんなで努力していくことも求められるんじゃないかと。飲食にに重ききを置き続ける政府のの対策に不満の声が上が上り全国知事会は た。相変わらず飲食店対策だけを、えーまあ、この国の,あのコロナ対策だというふうに、県の政策参与を務める高山義弘医師は、感染対策を講じている認証店であれば、別のグループへと感染を広げるリスクは低く、 時短営業を求める実効性は高くないと指摘。特大市も飲食店に対し、感染対策の徹底を促すことが重要だという考えを示しました。飲食店も確かにその感染経路のファクターとして、ただ、それは一部にしか過ぎません。飲食店だけターゲットにするのではなく、この包括的なですね。やっぱり感染対策を行う。飲食店に関しては換気を十分に。行う 換気ができなければ空気清浄を行うと、まあこういった対策をきちんとやってるかどうかっていうのをですね、むしろルールとしてですね、採用すべきだと思いますね。第六波の爆発的な感染拡大で起きたのが検査体制の逼迫です。多くの人が検査を受けたくても受けられない状況となり、大きな混乱を招きました。感染状況が改善する中。 社会経済活動の再開に向けて、特大氏は、検査体制の拡充が鍵になると考えています欧米はですね、日本と比べて、もうかなりの数の感染者数を出してるんですけれども、社会経済活動を回すことにシフトしてるわけですよね、でこれなぜ、なぜそうできるかというと、これはもう検査の拡充なんですよね。ウィズ検査と私は呼んでますけれども 検査を十分に行うことによってリスクの高い方々の早期診断早期治療が行うことができるわけですね検査を拡充することが社会を回すことにつながる全国に先行してオミクロン株による第6波の猛威にさらされた沖縄感染を抑止しつつ社会経済活動を再開するために今回の感染拡大で得た知見や教訓を 生かしていくことが必要です。